はいどうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回なんですけど、大学入試丸1年分の実況プレイやっていきます。実況プレイっていうのは、僕が初見の問題を解きながらただ思ったり考えたりしたことを話していくっていう内容なんですけど、やっぱり大学入試って解くの楽しいんですよね。だって勉強を通して集めてきた武器を使って、問題っていう敵を試行錯誤しながら倒していくって、まさにゲームと一緒じゃないですか。しかも僕がね、初見の問題に対してどういう風にアプローチして解いているのかっていうのを皆さんに共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのは、2023年一橋大学の入試問題丸1年分。一橋大学は文系最高峰の国立大学として知られていて、非常に練られた問題が多いことでも有名です。数学の試験は5問で120分っていうかなりヘビーなもので、解ききるのにどれぐらい時間がねかかるのかっていうのは見当もつきませんが、気合を入れて実況プレイしていきます。はい、それでは一橋大学の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。まずは第1問から。 N を2以上20以下の整数、 K を1以上 N-1 以下の整数とする。これが成り立つような整数の組 NK を求めよと。なんか一橋大学らしいね、シンプルな、整数問題ですよね。第一印象としては、このコンビネーションたちを階乗ね表記にしていきたいなっていうのと、なんか N を2以上20以下の整数とするっていうのがすごい匂いますよね。この不等式ね、この不等式があるということは、この絞り込みがなければ答えは無数にあって、この不等式を使って限定してくださいみたいな感じかな。だから N で絞り込んでいくんでしょうね、きっと。とりあえずこのコンビネーションを階乗表記に書いていきましょう。ここら辺をね、階乗表記への変換はサクッとねできてほしいですよね。で、そうするとたくさん消していくことができますよね。 N の階乗で割ると n+1n+2 が出てきて、 k+1 の階乗でかけると、ここが分子に k+1 が出てきて、 n-k+1 の階乗でかけると、ここが n-kn-k+1 か。ということで n と k の二次式になりましたね。だから整数問題で二次式が出てきたら、平方完成するか因数分解するかみたいな感じですよね。じゃあとりあえずサクッと、こういうふうに展開していって、kk+1 の2倍だから 2k2+2k と、2倍するところの、これは n-k の2乗足す n-k みたいに変換してあげれば、こんな感じで展開できるのかな。であとは整理していくと、こんな感じになるのかな。でそうすると、これ因数分解はできなさそうですね。この2次のところが n-2k の2乗っていうふうに因数分解できるけど、これなんとかの2乗だから、このね -n の部分が n-2k の定数倍じゃないから因数分解はできなさそう。じゃあ平方完成とかしていくのかな。 n についてくくるんじゃなくて、 k の式について見た方がいいですよね。多分 n について絞り込んでいく、ここだね。 n について絞り込んでいくってことを考えると、 k についての式、k の1次の項もね、-4nk だけですからね。こういうふうに見てあげて、判別式を考えていくと、 4n の2乗引く4倍の n2 乗引く、お、 n2 次の項消えますね。4倍するとこの n+2 か。これ本当は判別式が0以上みたいな感じで絞り込みたかったんですけど、これは絞り込めないですね。ただ一方で、この判別式って何かっていうと、ルートの中ですよね。どういうことかというと、ここの式っていうのを k イコールみたいに書いてあげると、4分の 2n プラスマイナスルート4分の d と、これちょっと整理すると、2分の n プラスマイナスルート n プラス2っていう形になるのか。ということで、このルート n プラス2のところが平方数になる。で n が2乗20以下だから n が限定されるっていう感じですね。そうすると n は n プラス2が4以上22以下だから4916ということは、 n は2引けばいいから2714か。ということで、あとはそれぞれについて k を求めていけばいいっていう感じかな。 n が2の時は k は2分の2プラスマイナス2だから0と2か。で k っていうのは1以上 n マイナス1以下だからどっちもダメですね。同じように n が7の時は k イコール2分の7プラスマイナス3だから2と5か。でこれはどっちも OK。
n が14ときは2分の14プラスマイナス4だから、5と9か。でこれもどっちも OK ですね。ということで答えは7275145149の、まあ、4つが答えっていう感じですかね。まあ、ちょっと正解かどうかはね、最後にまとめて答え合わせしようと思うんですけど、どんどん解き進めていきます。で第2問、 A を正の実数とする二曲線 C1 3次関数 C2 二次関数の両方に接する直線が存在するような A の範囲を求めようと。まあこれなんかやること明確そうですけどね。両方に接する直線、まあ接線って言ったら二次関数はまあ微分だけじゃなくて判別式もあるんだけど、三次関数に関しては接するって言ったら接点から考えて微分、もうこの一択だから、まあ、とりあえずこっちから考えていきますか。接点を t3 乗足す 2at2 乗っていう風に置くと、まあ、微分したらね 3x2 乗足す 4ax ってことは、直線の傾きは 3t2 乗足す 4at で、通る一点が t3 乗足す 2at2 乗なので、まあ、これ展開してあげるとマイナス 3t3 乗足す t3 乗はマイナス 2t3 乗、マイナス 4at2 乗足す 2at2 乗はマイナス 2at2 乗と、まあ、これが接線の方程式。これが C2 にも接すればいいということは、連立させて判別式イコール0で、それを満たす t が存在すればいいっていう流れですかね。まあなんか計算はめんどくさそうなんですけど、連立させると、まあ、2次の項が 3ax2 乗で、1次の項がここか、からマイナス t でくくり出してあげると 3t 足す 4ax で、定数項はこれ移項してマイナス a 分の3だから、足す 2t3 乗足す 2at2 乗引く a 分の3イコール0と。ということでこれがまあ判別式 d イコール0っていうのを考えてあげると、 t2 乗 3t プラス 4a の2乗引く4倍の 3a 12a か、2t3 乗足す 2at2 乗引く a 分の3イコール0なんだけど、ちょっと待ってよ、これ x2 乗の係数が 3a 文字が入ってるから0かどうかっていうのを確認しなきゃいけますよね。で今回は a を正の実数とするって書いてあったので、これは大丈夫と。まあ、こんな感じで一個一個ね、減点されないように、これ a は0じゃないのでこういうふうに判別式考えられるよねっていうのをチェックする癖をつけておきましょうと。じゃあこれを、めんどくさいけど、t が存在するようなね式を考えているので、 t について整理していきましょうか。そうすると、まあ、qt2 乗×t2 乗だから qt4 乗で、 t の3乗は 24at3 乗引く20を消えますね。ここの部分が消えてくれるのか。で2乗の項は 16a2 乗 t2 乗引く 24a2 乗 t2 乗だからマイナス 8a2 乗 t2 乗かな。で定数項がマイナス 12a× マイナス a 分の3だから36と。はい、綺麗な感じになりました。よかった。じゃあ合ってそうですね。 t3 乗の項が消えてくれたおかげで、まあ、t の複二次式みたいな形になってますよね。 t2 乗ラージ x みたいに置いてあげれば、 q ラージ x2 乗マイナス 8a2 乗ラージ x プラス36イコール0の、まあ、a が存在する条件ということは、ラージ x が0以上となるラージ x が存在すればいい。だから解の配置問題ですね。ただの解の配置問題で、まあ、すなわち0以上のところに解が存在すればいいわけなんだけど、まあ、端点が36、端点がこの正の部分にあることが確定しているので、残りは、まあ、軸が0以上で判別式が0以上ですよね。軸で言うと9分の 4a2 乗か、9分の 4a2 乗が0より大きい、まあ、a は正の実数だから当たり前ですね。で、判別式は4分の d' の方がいいですね。1回 d 使っちゃってるからが、16a4 乗引く144じゃない、間違えた、324、 9×36 でいいかが、0以上であればいいので、 a4 乗第7イコール4分の81かということで、 a 第7イコール、まあ、a が正の実数であることを加味すると、
ルート2分の3だから2分の3ルート2以上、これが答えですかね。まあこの問題もやることはシンプルですね。接するっていうのをどういうふうに捉えるのって言って整理して計算して、まあ、複二次式 T の存在条件に帰着させて解の配置問題、まあ、やることはすごいシンプルなので、いかにね構造化するか、三次関数に接するって言ったら接点から考えるしかないよねと、もうこういうふうに切り崩していくしかないというのをいかにちゃんとパターン化してあげるか、これが大事ですね。まあ、これもねちゃんと徹底基礎講座でしっかりと解説してるんで、まあ、あの答え多分合ってると思うんですけど、まあ、間違ってたらちょっと恥ずかしいですね。では、まあ、ぜひね徹底基礎講座取ってみてください。では、第3問、まあ、いかにもカッコ1番使ってください感満載なんですけど、これが2分の 31×32 だから 31×16 で、496か。こんなすぐ終わって大丈夫？今回2023年一橋大学の数学を1年分実況プレイしてきたんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですね。まあ、あの数学ね結構難しい問題も多いんですけど、ちゃんと基本的な考え方をパターン化していれば、例えばまあ接線だったら、ね、3次関数はもう接点から考えるしかないよねとか、群数列はこういうとこ着目したらいいよねとかね、整数問題こういうパターンあるよねとかっていうパターンをちゃんと押さえてれば、まあ、それに沿ってねしっかりと、まあ、あとはちょっとした思考力をね積み重ねていくだけでどんな問題も解けるようになるなっていうふうに実感したので、まあ、そういった基礎力をね手に入れたい方はぜひ徹底基礎講座開講してますので、概要欄にあるね LINE アットから友達登録してもらって、そこからね受講してもらえたらいいなというふうに思います。 LINE アットでは他にもお得な情報をたくさん発信してますので、ぜひね友達登録お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。